はい、皆さんこんにちは、山本義典です。今回はですね、週3回週3日トレーニングできる方がどのようにプログラムを組んでいくか、それについてお話したいと思います。私がよくお話しているのは、一つの場所を週1回では少ないということですね。で、週3回3日間、例えば月水金トレーニングできるというようにしたとします。そのような場合に、例えば3分割にして ABC だと、一つの場所週1回 ABCABC という感じになってしまいます。でもそれではちょっとトレーニング頻度が上げすぎるということで、週3日間トレーニングする方の場合は2分割にしていきたいと思います。具体的にはプログラム A とプログラム B というようにしていきます。じゃあこの場合どのようになるかと言いますと、月曜日に A、 水曜日に B、 そして金曜日にまた A、 次の週になってまた B、 A、 B と A、 B、 A、 こういう感じですね。ですので、例えばこの A と A は火、水、木、中3日でやることになるわけです。で、この B と B は木、金、土、日、月、中4日でやるということになります。ですので、このように週3回で2分割にしていくと、一つの場所を中3日あるいは中4日でトレーニングしていくということになります。これちょうどいいんですね。で、実は私も現役時代このようなやり方でトレーニングした時期結構ありました。じゃあこのようにですね、 AB に分ける場合どうするかと言いますと、2分割ですので、特に鍛えたい場所をまず2つ選ぶことにします。例えばこの人が胸と背中を重視したいという場合には、 A で最初にまず胸をやるようにする。そして B では最初に背中をやるようにする。このようにですね、特に鍛えたい場所、2分割の場合は2つ、そしてその1つずつを最初にやるようにしていくということになるわけです。で、結構間が空きますので、他のプログラムのようにですね、この日にこれやるからこっちで疲れてしまうからというようなのはあんまり気にしなくても大丈夫ということになりますので、ですのでこのように分けてしまったら、比較的ですね、プログラム他を組みやすくなるということになります。まあ、例えばここではですね、胸と背中の次に何を鍛えたいか、多くの方はおそらく胸、背中だと肩あるいは腕になるかと思います。で、肩腕で、まあ、足はそんなに鍛えなくていいやということになるかと思うんですけれども、背中と足を同じ日にやると結構腰が疲れてしまうということもあったりします。ですので、この日に足をやっちゃってもいいです。で、胸の日に腕、背中の日に肩、そしてまあ腹ですね。いろんなプログラムの組み方ありますけれども、このような感じで一番重視するところを最初、次に重視するところを次に持ってくる、そしてまああんまりどうでもいいやっていう場合には最後に持ってくるというような感じ、これが一つのプログラムの組み方になってきます。ある程度上級者になってきましたら、この A と A をまたちょっと変えていったりします。具体的には A はこのようにやるんですけれども、 A' ではハイレプス、 B' でもハイレプスであるということですね。つまりここでは重い重量でこれらをやって、次に来るとき A'A'A'B'B'B'というような感じ、そのように、まあ、毎回毎回重量回数を変えていくというようにしていきます。そうすると常に新鮮な刺激を与えられるということですね。実際にですね、どのようなエクササイズをやっていくか、まず A、これ
それはヘビーにいきますので、まあ、最初ベンチプレスにしていきましょう。でそのまま腕にいきますので、例えばディップスにいっちゃっていいです。これで、まあ、胸と三頭筋両方鍛えるということですね。で例えばバーベルカース、これでも胸と腕十分に鍛えることができます。そして足だったらスクワット、こんな感じでしょうか。で例えば A ダッシュの軽い日、まあ、どのようにするかといいますと、ここではインクラインダンベルプレス、これを軽い重量でやるわけです。この辺のはみんな例えば6回3セットとかでいいです。こっちの方はもっと軽いのでいくんですね。で三頭筋の方は例えばプレスダウンで、こちらの方ではケーブルでのカール、レッグプレス、でこの辺りは15回3セットとかにしていくわけです。こうしますとこちらの方はヘビーライト、違うところを刺激できるということになってきます。でこれを例えば A ダッシュというふうにしていきますと、次の A が来るまでに十分疲労回復もできるということですね。じゃあ B どのようにしていくかですけれども、まあ、ヘビーな背中の場合はチンニングウェイトなどをぶら下げて行います。で肩にも行きますけれども、その後ですね、背中と肩両方に効かせる種目としてダンベルのローイングで垂直に引きます。例えばダンベルローとしても後背に効かせるときにこのように引くやり方もあるんですけれども、垂直に引いて、そうしますと僧帽筋、そして肩の後ろにも効かせることができます。ですのでこのチンニングダンベルローで背中、肩の後ろ、僧帽筋全体に効かせることができるんですね。そして次に肩の横として、ここでは例えばサイドレッグをヘビーに行います。で肩の前についてなんですけれども、ベンチプレスディップスやった後ですから、結構ここで肩の前には効いています。ですのでここでは肩の前の種目はなし、そしてこのままもう腹筋に行ってしまって、まあ腹筋もいろいろありますけれども、一般的なシットアップ、あるいはマシンを使ったアブクランチなどで負荷をかけるという感じですね。でこれも、まあ、6回から8回を3セットというようにしてみてください。そして B ダッシュ、こちらの方は背中ですのでラットプルダウン、そしてこちらのダンベルローの代わりにプーリーロー、プーリーローとしても背中に効かせる広背筋の場合はこのようにへその方に引いていったりするんですけれども、これをみぞおちの方に引いていくんですね。そうしますとこの垂直のダンベルローと同じように肩の後ろ、僧帽筋に効かせることができます。そしてここではケーブルサイドレイズ、そして腹筋はボールクランチで15回から20回を3セット、このようにしていきます。これも B ダッシュを交互にやっているという感じですね。こうして中3日あるいは中4日で交互にヘビーライトやっていく、そうしますとちょうどいいトレーニング頻度で毎回毎回違う刺激を与えることができるということになります。週3回トレーニングできるという方はぜひこの2分割プログラム、上級者になってきましたら A と A ダッシュに分けるという感じ、まあ、初級から中級ぐらいまでの方はもう全部 A のヘビーで中3日4日でやっていくという感じ、上級になってきたら A ダッシュを入れてハイレップスも入れていくというように感じでやっていただければと思います。はい、それではご質問に答えていきます。トレーニング後の筋肉痛が 2,3 日続く場合は重量を下げた方がいいですか？回数はどの種目も18、6回でできる重量でやっています。 2,3 日続くというのはちょっとやりすぎですので、ただ重量を下げるというのはトレーニング効果が落ちてしまいます。ですのでセット数を減らすというのが一番の、まあ、解決策といいますか、例えば18、6っていうことは10回1セット8回2セット目6回が3セット目という感じだとは思うんですけれども、例えば3セットやってるところを2セットに減らす、18、6ではなくてちょっと重くして8、6にするというような感じですね。ちょっとセット数を減らすだけで筋肉痛がもうちょっと早くなくなるようになるかと思いますので、その方がトレーニング効果
次のトレーニングの時にちゃんと回復していてですね、トレーニング効果が高まると思いますので、ぜひセット数を減らしてちょっと重くしてみるというのを試していただければと思います。今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。